いや皆さんこんにちはバンでございますすお元気ですかこの T シャツはあのー、シアトルに行った時に、あのー、古着屋さんで買ったやつで友達が爆笑してたやつなんか一時期この T シャツメーカーがいろんなこ,これ系のメッセージものを作ってたらしくて今あるかどうか分かんないけどねダビデのダビデのなんとかデビッドのなんとかみたいなとこだったね確かこれ以外知らないけどね手元にいないですけど えー、今日はですねこの間アップしたひよっこ写真道のその、えー、コントラストの話なんかすごくいい反応をもらって嬉しかったな、えー、やっぱね初,初心者向けの領域をやっぱやるべきだっていう話はずっとあるらしいの前からちょろちょろ話をしてると思うんだけどあの写真をインターネット越しで写真を教えるなんだかんだってやるときっていうのは基本的に初心者向けだけやれって言われてるそうなの、ね、で デジタルカメラブームはもうだいぶ終わったっぽいんだけどデジタルカメラがブームになって以降写真,写真初心者。 カメラ初心者の方っていうのが業界にこう新規ドバドバ参入してしかもそのんだろうライターさんだったりとか商店主だったりとかメーカーの方とかねいろんな人がその全然写真に関係ないんだけど仕事で写真を撮らざるを得ないみたいな人もどんどんデジカメのおかげで増えてきたからやっぱそういう人も対象になるので初心者領域をやれっていうのはセオリーとして言われてきたんですねただ僕の場合はもうそんな何て言うんだろう本を一冊買えば書いてあることじゃん だからそう,そう別に俺がやることなくないって言うのほにもっとこう優しく親切って感じの人いっぱいいるからそういう人に任しとけっていう感じなんだけどとはいえ切り口が違うよねやっぱねだから僕と同じような面倒、えー、くさいおじさんタイプの人が分かりやすいような教え方を多分僕できるんだろうなというふうに思うっていうかまあ相性だからさそういうのって。 えー、っていうふうに思うんで相この間のコントラストみたいなやつはよく講師をやってるといろんなところでこ,うこれはこの言葉がよく分かんないんだけどとかこの概念がよく分かんないんだけどっていうのでいろんなところで質問されるのが結構積もるやつがあるんですよね。こうあパターン的にこれみんな分かりづらいんだなみたいな。f 値は何であんな変な数字なんですかとか。 いうのもね有効後継費って調べなとかね許容桜えんって何ですかとかそういうのは結構許容桜えはまだ目ってないんだけど、えー、そういうのはある程度パターンがあるんですそういうのをね今後も、えー、ひよっこ写真堂界隈で、えー、あるあるをね皆さんのあるあるを悩みを解いていけたらいいなと思ったり、えーまあ、質問待ってるよっていう感じですねあの個人的にはこのカメラとこのカメラどのカメラかどっち買ったらいいですかっていうやつはなしねあまりに個人すぎるから。 それ以外のなんだろう、えー、本当それこそコントラストについてよくわかんないですっていうのはすごいい,かい,いいきっかけをもらった質問でありがとうございましただと思うし今ねホワイトバランスがわからないっていう人もいてそれも結構定番なんだよね俺ら男の脳ってどうもね訓練してないのもあって女の子たちみたいにほら 服の色を男同士で比喩「今日のシャツお前赤素敵じゃん」とか「お前の肌色に合ってるじゃん」とかそういうこと言わないじゃん男同士って。っていうのもありあと眼球的に眼球的に脳でね脳的にも、えー、あと眼球的にもかあの女性の方が色を見るのに優れている場合が多いんだって。 っていうことらしいんだな、俺らね、モノクロをやるとすごく楽ちんないチャンネルで済むからね、その辺の話もまたしたいなと思うんだけど。っていうのがあって、色について悩みやすいっていうのがあるんだけど、ただまあ、そうは言ってもカラー写真撮りたいじゃない、やっぱり。カラーじゃないと困る時もあるから。そういうことを考えて、ホワイトバランスの話とか、色についてあれこれもね、その、ひよっこ領域でできるだけシンプルにってのを今度やろうと思う。今ちょっとまだ考えてる。どういう切り口がいいか考えてるんだけど。 ホワイトバランスを合わせるコツみたいな切り出し方が一番いいかな多分ね。あと10分ぐらいで済むだろうし。っていうふうに思ってますね。で今日はその一環でツイッターにえっ、ー、とその前回のコントラストの話が好評だったみたいだよってみんなひょっとしたらこの辺を求めてるのってツイートしたらあの質問でまたね1個いいのくれてね。その主張守るに破るに離れるってあるじゃないですか。その について写真での手張についてお話ししてっていう人がいてどう,どうですかって質問すごいざっくりした質問なんだけどすごくいい質問だなと思ってつまり手張っていうのは何かっていうと芸事なりまあ芸事って言っちゃうとあれかないろんな技術なりいろんな仕事なりでその守る守るっていうのはまずお師匠さんがこうだよっていうことを、えー、まあ型通りにきっちりやって型を覚えるってですね型がないと型なしになるってですね。 にそれでその以前で離れちゃうとだからまずは型をきっちり身につけようででそこから主張の「歯は破る」って書くんだけどそのお師匠さんが言ったことの型はきっちり守りながらでもそれだけやっていると広がりがないし独自性も出てこないしまあ飽きちゃうしね本人もねっていうのもありよそのいろんなやり方を取り込んでどんどん自分を豊かにしていこうみたいなざっくりだけどねそういう時期が歯であると。で 理っていうのは今度お師匠さんのもとから離れてこう自分の流れというか自分のスタイルを確立してやっていこうみたいなのが「手りっていうふうに3つにひとまとめに言われるのねで写真の世界で手りっていうのはあるのかないのかねどう,どう考えるって聞かれていい質問だなと思って型っていうのがあるのかどうかとかそのお師匠さんがいるいないとか俺お師匠さんいないからね先輩にいろいろ教わった部分はあるんだけど何人か先輩の方がいて。 え非常にありがたいなと今でもえ足を向けて寝られないは言い過ぎなんだけど仲良くしてもらってるからね <laughs> そういう感じでね写真の世界ってねその特に俺デジタルで入ってるから写真の世界ですごくいいなと思ったのはその音楽やってる人間と結構人材が近いところがあるんだけどビジュアル系とかに行かない限り上下関係縦割り社会になってないんだよね。で特にそのなんちゃってフリーランスにすぐ慣れちゃう世界なので,でこれ悪い意味じゃなくて俺も全然なんちゃってフリーランスなの。で 要は仕事で求められる写真がきちんと撮れればいいというかフリーランスなり何なりというのは会社員の方からするとちょっと感覚がなかなかつかめない人もいるらしいのでこの話すると。で面白いギャップだなと思ってよくそのあの写真と関係ない話もこういう話するんだけど仕事がもう一回来たら遡って1回目の仕事が成功だった正しかったということになるだけで。 正解がないんだよ結局だから型の話とはね手配の手とはちょっと今離れた話になっちゃってるんだけど仕事をやっていく上でこれがドンズマの正解っていうのはないの。だってさカメラマンってさ使用に応じて例えば何て言ったらいいんだろうな。買って ちり製品が決まってて、こういうプロダクトがこういう仕様で、こういう箱で、こういうプリントをされたパッケージになっててとかっていうのが決まってないでしょ。例えばさ、なんなんだろう、チョコレートとかさ、明治のチョコレートってすごい低い誤差でしょあのー、同じ型で作って、同じ原材料でね。多分ばらつきはあるから、こう、職人の人がうまいことバランスとってやるんだろうけどね。その浄水場、浄水道の人みたいに。 やっててくれてるんだろうけどものすごいい誤差が低いでしょそれと比べるとカメラマンやってる人すごいうなずいてくれると思うんだけど個人差すごいんだカメラマンってだからよくさその前は何だろうその YouTube 最初の頃僕はね4年ぐらい前に始めてるっぽいんだけどの動画を見返してみると「あこの人怖いこと言うな」って言う瞬間たまにあるんだけどの同業のカメラマンについてやばいぐらい下手な人もいるって今でもまあそうなんだけど。 やばいぐらい下手な人がいるから怖いっていう話を俺ちょいちょいしてるのね。で、まあ、今全く気持ち変わってなくてほんとやばいぐらい下手な人いるんだけどできればみんながもしも発注側に回った時にやばい人をつかまないでほしいなと思ってるぐらいね。あとカメラマンっていうものに一度外れを引いたクライアントはもうプロのカメラマンに頼もうと思わなくなっちゃうから業界縮小するから怖いなと思うんだけど反面資格とかがないからこそ面白い世界な部分もあるからよくあれしかりなんだけどね。とは思いつつその。 なんだろうすごいやばいカメラマンやばいプロ自称プロカメラマンもいてたりするんだけどでも継続して仕事ができてればそのクライアントとそのカメラマンの関係においては OK なの正解なのそれがそういう意味で正解ってことね。だから なんかこう天下一武道会みたいにこう競う場があってそこで勝ったやつが偉いとかじゃなくてよくある町のうまくもまずくもないんだけど何十年もやってる食堂みたいなやつよ。それでいいのプロの素人って。その感覚っていうのがなかなかその会社員として組織の中で働いてると。 分業化もされてるだろうしねかなかなかそこがピンとこないっていう人がいて面白いなとだから俺も逆にねそのフリーランスがピンとこないって言われるとまあそうだろうなって思うすごいこっちはこっちで特殊な人生生きてるなって思うからお互いね分かんないとこは当然あるんだけどでもねその正解遡って2回目の発注3回目の発注があった時に,に遡って正解だったということになるだけで。 その別に正解ってないんですよつまり仕様が決まっててイベント写真を例えば撮りますとかその商業写真で商品の写真を撮りますとかっていう時にその撮るカメラララマンによよってバラバラなんですよだし僕らカメラマン技術側の人間から言わせてもらうとこういうのを作ってくださいって,って例えば何だろうあのブライダル産業に携わっていた時によくあったのはゼクシーからこう切り抜いてきたようになっていうか、まあ、だいぶデジタルだったからあのネット上からね こうネット上から引っ張ってきた写真をプリントアウトしてこの写真を撮ってくださいっていうお嫁さんとかがいたのねで気持ちは分かるしまあブライダル産業そういうのにあの対応するのももちろん対応するべきなんだろうねと思うんだけど技術側からすると全然面白くないんだよねそういうのってまあまあ撮る努力はもちろんお客さんに対しては全力尽くしますから撮りましょうと思うんだけどはあと思うところがあってね だから仕様が決まっていないからこそお客さん的にギャンブルになっちゃうんだけど面白いというか個人の技術差が出やすい仕事だからこそ面白いよね。でその今回「手張り」っていうお題をもらって思ったのはあの例えば社員カメラマンとかだと会社でこういうのを こういうい予さも決まってるよね大体ねパッケージとかで。でこういうふうでこういうふうでって他社の事例とかも自分のとこのウェブサイトにアップしてたりしてかなりパッケージングがきっちり進んでる会社とかもあるんですよただまあ営業写真とかはかなり大きいよねそういうのが。ってなると個人中で撮るのは個人のカメラマンだから個人の技量のばらつきはあるにもかかわらずお客さん的にパッケージングされていますよっていう形になっちゃってそこでなんかこうギャップがあったりまあ相性が悪いかったりすることもあるだろうね。 そのそれと同時に何て言うんだろうなカメラマンの個性が伸びないよとかその一番悪いパターンではカメラマンがとにかく型に沿っていやうちの会社の仕様でそうやって決まってるのそれ撮っただけなんで何が悪いんですかみたいな感じになっちゃいかねないよね。でそういう人大体もう仕事に飽きちゃってると思うんだけど仕事に飽きるともう仕様に沿って撮らされることで飽きちゃうカメラマンもいるだろうし。 うーんそれが写真だと思ってるカメラマンも多分いるだろうし例えばんだろうあの有名なさ子供にあに着ぐるみを着せて写真を撮ってくれるやつねそういう会社あるんですよあのお子さんがいる方は皆さんピンとくると思うんですけどどこかってそこはカメラマンとえー、とメイクとか着させる人と。 えーとあと「あやす役」っつったかなが 3, 3人1組になっててで全員がすぐにスイッチできるようになってるんだってだからカメラマンの人もがっちり決められた仕様でそこの会社チェーン店いっぱいあるからチェーン店で決められた仕様でがっちり決まってる F いくつでストロボのしてるいくつでこうでっていうのがもうシステム化した方がチェーンって早いからそれって失礼なこと言うけどそれ写真撮ってるかしらっていう感じするの俺からすると俺にとっての写真とはちょっと残念ながらちょっと違うんだよね ももうちょっとダイナミックなもんだと思ってるからだからそれはそれで写真仕事であることは間違いないんだろうけどどっちかというとサービスを売ってる形になってるし撮っている人は写真に情熱を持っていれば持っているほどいやこれ毎日全く同じ仕様で撮るのってで俺じゃなくてもいいじゃん私じゃなくてもいいじゃんって感じちゃうと思うのね。だけどシュハリの話に無理やり戻すとその型っていうのはまあないよね。 もし型っていうものがあるんだとすると西洋海外にオリジンがあるんじゃないのっていうふうにしか思わない。だから自分が写真を撮ってきてこういうふうに参考にするべきロールモデルがあってっていうのをあったかって考えるとないんだよね。この人のの人をしていいればなんとととかか、かるるり鮭えたクマとかいるじゃん あれってああいうものが、まあ、プロダクトとしてかなりの精度でこうね鮭が鮭じゃないあのクマが鮭加えた木彫りのクマっていうのをあれを求めて買いに来る人っていうのがいるからあれを作らなきゃいけないわけでしょそういう意味での型っていうのは写真の世界では写真会社の中でブライダルでこういうのとこういうのうちはここの市場と提携しててここうちのその,うちの,その 写真会社に来る人っていうのはここの式場で撮るっていうので来てる人だからここの階段で撮ってここであの何リングピローに指輪並べてそういう型はあるかもしれないんだけど写真そのものの美意識に関わる部分について型っていうのはなかなか成立しないんじゃないかなと思うんだよね。だしないこういわゆる型っていうつまんない意味での型っていうのがないんだけど。 その営業写真だろうが商業写真だろうが芸術写真だろうが一定の質はみんな求めてくるわけじゃん場合によりそのこううに思うのねだからその営業写真で例えば運動会とか撮ってるおやつさんとかいるじゃないですかそういう人たちについてもその人じゃなきゃ撮れない写真と。 その人が情熱を持ってね写真を撮って子どもたちの生き生きしたところ残してやろう一生の記念にね残してやろうっていう見とけよっていう部分技術の職人的な部分とお客さんが喜びやすい写真って必ずしも噛み合わないからそこはこうやっぱバランスを取っていくわけじゃないですかね仕事としてはそこが面白いと思うし型が存在し得るところっていうのはあんまりないだけど我々はやっぱり大きな意味では その一つのまあ,まあざっくり日本って言った時にざっくり一つの文化圏に属していてその構図なんかが一番分かりやすいと思うんだけどまあ露出の方が話として分かりやすいけど例えば露出露出って決める時にさその 適正露出と標準露出とあって標準露出って露出系で測ったやつで数値的にはめちゃくちゃ工業規格的には正しいんだけど適正露出っていうのはちょっと違う場合が多いのねもうちょっと明るめに撮りましょうとかっていう場合が多いのね適正露出っていうのは要はいい感じのやつ写真で見た時にあいい感じですねっていうのが適正露出だからそれもね慣れてくるとね同じ環境で仕事してる人と人,人たちについてはあと紙とかで仕事してる人たちはこれっていうのがかなり誤差がその狭くなってくのよそれが人間の技術の面白いところだなと思うんだけど まあ何はともあるよそういうふうに露出についても露出について例えば考えてみると同じようなところで同じようなものをざっくり見て聞いて育ってる人間の集合が1億人ぐらいいるわけじゃないですか我々その文化圏では大体好まれやすい露出っていうのがまあこんなもんこのシチュエーションならねこの被写体この光の感じでとかだったらまあこんなもんだよねっていうのはある程度決まっちゃうのだからそういうい集合値的な意味での。 方っていじゃなきゃそのなんだろう雑誌なの何だのウェブバイトありだの何だので写真の露出に毎回全員で困っちゃうのも大変でしょって考えるとねやっぱりある程度の集合値っていう意味での方はあるんだろうけど師匠を持ってるカメラマンの人とお話をしてみても師匠の存在意義はその俺からするとまあ 写真のことを結構根本的に教えてくれたり美意識が伝承されてるっぽい人たちもいるんだけど有名な先生のお弟子さんだからって使い物になるかっていうと別にそうでもないよね見てるとでどっちかというと骨だよねあれは骨をつけてやって師匠はやっぱり弟子からある程度搾取するからその労働基準法無視だからねどこ見てもねまあそういう労働基準法を遵守遵守しているっていうところがあったらぜひ教えてほしいぐらいそのお弟子さんシステムやってるとこ株式会社できっちりやってるとこ多分ね まあたまにはあると思うんだけど最近増えてきてはいると思うんだけどもともとはもうとんでもないひどい労働環境なのがカメラマン世界当たり前でのお師匠さんが写真会社っていう形でスタジオとか持っててそこにそのお弟子さん兼アシスタント兼社員みたいな感じで入った人がこう何こうて言うの将来的に自分でこうバリバリ稼ぐためにあのわざと劣悪な環境で。 やらせてますみたいな、ね、そのあれで演劇の世界でもあったねその超有名な人でコロナの時でボコボコに叩かれた人がいたんだけどその人も労働基準法を全く無視した条件でやっててはあっていうのがねそういうのが昭和の当たり前だったんだけどそういうところで一体型として何かを教わるものがあるかっていうとスタジオでのライティングの運用の仕方とか安全のためにこれをやろうとかね あのセンチュリーのグリップは右手側とかそういうことはやるけどそれ写真の中身に関係ないからね便宜上のものであってね便宜上というか方法論であってっていうふうに思うから型がない集合値以上の部分については型がないっていうのが面白い写真の面白いところだしそれってまたね歴史短いからなんじゃないかなと思うね。だと思うし。 芸事の世界特に芸事と,というか芸術の世界においては型をぶっ壊した人がエポックメイキングだっつって歴史に名前を残してきたじゃない歴史に名前が残ってる人っていうのは型をぶっ壊してきた人だからそっかって考えるとだから型っていうものはその美術の世界の中でその時点その時代でその時点でそのこういうのが好まれてこういうのが平均的でこういうのが当たり前ですよねって言われているところに対して。 一応それを身につけた人が「白るか!」っつてぶっ壊して行った人が「これは新しい!」って言ってこう便器とか出店するのみたいなね当時はボコボコにされたらしいんだけどあの展示教室とかまでされたらしいんだけどねデュシャンねっていうことらしいんだけどまだそうやってこう打ち破った人が新たな流派としてあの後の歴史から見るとその人のなんとか派みたいにさ ななったわけじゃないそうやって考えるとっ型っていうのは集合値的なものだろう結果的に集合値的なものだろうしグループの代小とかねそ,のそれはいろいろあるんだろうけどまあ基本的にそういうことになるだろうしあとそのそれが成立するほどの歴史が写真にまだないんじゃないのかなと思ってあるけどねその何々派でイズムとしてはさそのピクトリアリスムだっけ の人たちとかさそのまあなんかいろんな歯があるじゃないですか一応写真でそのこ,こういうとこで急に言おうとするとふ,ふっと出てこないんだよねパッと出てこないんだけどあの,あの人アメリカのあの人たちとかスティグリッツとかの,のあれなんだっけあのすごい力強いやつとかさニューカラーとかさそういうの出てきたけどそいうの後付けで評論家が呼ぶもんで別にあのエグルストンが「私はニューカラーっていうその流派を打ち立てます」って言ってやってるわけじゃないじゃない。 なんて考えると別にそんな方とかね流派とかね気にする必要もないんじゃまあツイッターとか見てるとなんかこう雰囲気系の SNS 写真家さんをやる人、まあ、特に若い子たちねが似たような写真撮っていい意味でね似たような写真撮ってあ感性が似通ってるからこうやっぱ集まるんだろうしそういう風になってるんだなって思うとそれが長いこと続いて社会的な評価も高ければ それがなんとかイズムっていう名前つくんでしょきっと。っていうふうに思うから俺もあえてそういうのとは全然関係ないところで自分の写真撮ろうと思ってるからえー、なんていうのかなすごく遠くからこうふーんって見てる感じになるんだけどね。うんまあ商業だって撮ってたってこのパンとこのパンと撮り方変えてみてどっちが美味しそうって言って美味しそうな方を選択していくだけだから。ででもその中でそのの中うち こうやって撮るのがパンの美味しそうな撮り方っていうのがいつの間にか定番化して流行りだからそういうのって流行りが長期化すればそれが定番になるからで定番化してある日「この方が美味しくないですか?」って言って新たな潮流をパンの撮り方で持ち込むやつがいてそれはそれで型破りなんだよねきっとねっていうふうに思うから別にいいんじゃねえのっていう集合値が結果的に煮こごりみたいに型になることはあるかもねえぐらいの感じでね写真はもっとライトにやっちゃっていいと思うし 写真って一時的なもんじゃないじゃん二次的なもんじゃん誰かが何かやった何かがそこにあるっていうのを撮るのが写真の世界だから基本的にはね俺あ,あんまりそういうところは気にしないでガツガツむしろ気にしないで今は撮った方がいいなって最近思ってる感じだから逆におっさん写真度のネタだと思うんだけど何が気持ちいいのかっていうところにもっと潜っていかないとなこう深くダイブしていかないとなっていう時期に最近来てて何が気持ちいいんだろうね この話はまた今度ですよね。っていう風に思っておりますんで、いい質問くれてありがとう。みんなもなんかあのなんだろう。カメラの話,話から離れてなんかこう？まあ、初心者だとカメラの質問になるかま何、あ、か質問あったら、ね、あの書いてって。えー、そんな感じでおりますんで、またお会いしましょう。